チャールズ・クロム部はアメリカのカトリックの作家、講師。彼は君主主義についての執筆と指示で知られている。チャールズ・クロム部は1960年の8月にマンハッタンで生まれた。両親は俳優だったが、家族はカリフォルニア州ハリウッドに引っ越し、当時有名なテレビサイキックであったエドウッドと出会ったアメージング・クリズウェルの所有するアパートに住んでいた。 ロサンゼルス地域の私立学校と公立学校が混在し、ニューメキシコ軍事研究所とカリフォルニア州立大学ノースリッチ校に通い政治学を専攻した。ザ・サンセット・ストリップでスタンダップコメディとして3年間を過ごした後、クロムブは彼の最初の本、エブリマン・トゥデイコール・ローマを執筆した。30歳未満の視点からアメリカのカトリック教会を見てください。 1990年、彼の詩のいくつかは、ホワイトコッケードに掲載された。クロム部の作品は、オーストラリアのフィデリティ、ロンドンのプラグ、カナダのモナーキー、ルイジアナのクレオールの定期的なコラムを含む20以上の雑誌に掲載されていたに貢献できるエディタ通常の映画評告カトリックの登録、また、頻繁に貢献などの出版物としてのカトリックヘラルド、サクセス。 カトリックツインサークルフェーテニューオックスフォードレビューアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは宗教、政治、歴史、文学の様々なトピックに関する講義が行われている。1992年、イギリスのオックスフォード大学で講演。1993年にはアイルランド、スコットランド、イングランドの講義ツアーに着手した。 翌1995年には、オックスフォード大学とケンブリッジ大学で講演を行った。クロム部は、南カリフォルニア大学で、ロックンロールの歴史について繰り返し講義し、クリーブランドのジョンキャロール大学で、中世の君主制について講義した。彼は、すべてのもののカトリック、特に教皇の歴史にメディアコンサルタントとして、行動してきた。ウィリアム・エルビアサックと並んで、 クロム部はカリフォルニア州アルハンブラのセテレーズ教会で定期的にカトリックの宗教に関する様々な事柄についてありがとうございます。